はい、どうも。では、先ほどの続きということで平成22年度第1問の問題をやっていきたいと思います。さっき、一応律令体制崩壊の話について、一通り8から10世紀まで説明しました。今回なんですけど、大体読んできてもらったら分かったと思うんで、リード文を読んできてもらったら分かったと思うんですけど、まあ、これも律令体制崩壊の話だなっていうのは大体分かってもらえたらいいと思います。分かってもらえましたでしょうか。まあ今分からなくても、大丈夫です。全然慣れていけるんで大丈夫です。それではじゃあ早速やっていきましょう。説問を読んでみると、中下級貴族は上級貴族とどのような関係を結ぶようになったかと、摂関政治記に。ほうほう。これズバリリード部の3人答えが書いてあります。つまり諸国の頭上たちが贈り物を贈るようになったと。もうちょっとかっこいい言葉で言うと、中級貴族たちが上級貴族たちに、こびへつらうようになったと。そういうことを書けばいいわけです。で、これから、それを奈良時代からの変化にも触れながらっていう条件があるので、奈良時代と摂関政治期の国司の役割の違いっていうのを書いていけばいいんだなっていうふうに大体頭でこう考えながらリード文を読んでいくわけです。じゃあリード文の1番から読んでいきましょう。大法律令の完成により官僚制が整備され、官人たちは位階や官職に応じて給与を得たと。はい。ここで書いてあるのは、律令体制における8世紀律令体制、さっきもやりましたけど、これはもう本当に大切なことなんで覚えてください。8世紀律令体制における給与の方法は、役人さんに対してはみんな支給してました。官職に応じて、田畑は電池を、与えたりとかしてました。で、続いて次の文章いきます。万葉集には、上級貴族の家柄である大友やかもちが、越中の神として認知で読んだ和歌が見えると。つまりこれは、上級貴族も当時は国主として、地方に行っていたってことが分かりますね。これはですね、どういうことかと言いますと、当時は中級貴族であっても上級貴族であっても、国主の任命基準は能力でした。能力です。すいません、ちょっと飛ばせにしちゃいました。ちょっと漢字はちょっと僕苦手なんで、本当に何回もですね。はい。能力が任用基準でした。で、それが、どうなっていくかっていうのをリード2を見ると、10世紀には地方の在り方や官人の昇進と給与の仕組みが変質しって書いてます。つまりこれは何で変質したかと言いますと、先ほども説明しました通り、律令体制がズバリ崩壊したからです。で、律令体制が崩壊しちゃうと、ですね、ここでちょっと律令体制の崩壊についてちょっと図を一つ描いたのでちょっと見てください。律令体制期の納税の仕方は、農民がそれぞれ政府の民部省っていうところに持って行ってました。この持っていくことを運客と言います。運
運脚で持っていったのは、まあ、これ基本知識を押さえていることになるんですけど、運脚で持っていったのは、まあ、皆さんご存知の通り、小とか陽ですね。まあ、皆さんもう一回分かってると思うんですけど、一応確認しておきますが、腸っていうのは諸国の特産物です。で、陽っていうのは、都に働くか、都で働く代わりに、布を納めると、それが陽です。で、まあ、農民はこういうふうにして運脚をすることによって一人一人、まあ、何か束になる、代表者が集めて持っていったんですけども、それが律令体制が崩壊していくとどうなったかと言いますと、農民の税金をまず国司が集めます。で、この時は国司は農民の税率をもう月に変えられる、まあ、先ほどもお話ししましたけど、月に変えられるので、まあ、国司は、まあ、ガッポガッポ設けられるわけです。で、それを国司が決められた定額政府に持っていきます。で、これは定額なんで、さっきも言いましたが、国司は、その差額分だけ自分のところに入れられると。つまり国司っていうのは金持ちになる、まあ、主要ルートだったわけですよ。だから国司になったらみんな金持ちになったんです。というわけで10世紀になるとみんな国司になりたがりました。はい。で、これが、給与の仕組みの変化っていう話はズバリこのことです。つまりこの頃における国司の給与は支給です。でもこの頃における国司の給与は農民の税金の、まあ、政府に持っていく分との差額です。これが農給与でした。だから、仕組みの変容っていう点で言うと、まあ、このように給与の仕組みは明らかに 変容しているわけです。で、次の文章を読んでいきますと、特定の中央官職で一定の勤続年数に達すると国司に任じられる慣例も生まれたと。つまり年数だけで、もうあと能力なんか関係ないと、もう年数さえ経てば国司に行っていいよっていうふうになっちゃいました。で、これは明らかに能力が任命基準になったわけではありませんね。これは任命基準は家柄です。家柄で任命基準決められるようになっちゃいました。で、これが、肝心の、昇進の仕方の変容というのもこの点の話です。では次のリード3読んでみましょう。リード3読んでみると、藤原道長の日記には諸国の頭領たちからの贈り物もたびたび見えると。藤原道長っていうのはもう摂関家の代表的な人ですよね。10世紀の、後半の人ですけど、藤原道長は、摂関家で一番、頂点に行った人です。で、この人の日記によると、頭領たち、頭領っていうのは国司のことです。頭領たちからの贈り物が見えると。方法、どうもこの頃はいわゆるワイドで、して自分の職、ワイドで職をもらっていたということがこの文章から分かります。で、なんで藤原道長はそんなことができたのかと、なんで自分がワイドもらったからお前はじゃあそのあの国の国司になれとか、そういうふうに任命できたのかと言いますと、これはですね、人事権を持っていたからです。で、人事権っていうのはどうやって決まるかっていうと、人事権は公卿が決めます。
で、区業が集まって決めていたんですけど、もうこの頃は全然藤原氏だけでじゃなくていっぱい他のなんちゃら氏とかもいっぱいいたんですけど、10世紀になっちゃうと区業を藤原氏が独占しちゃいます。だから藤原氏が、人事権を意のままにできたと。だから中流貴族たちはそうやって上流貴族、藤原氏を含む上流貴族に賄賂を送って、どうもお願いしますと、僕を本当あの国司にしてくださいっていう風にしたわけです。で、どういう風に政府関係に近づいたかと言いますと、まあ、ここにも書いてあります通り、贈り物が見える、贈り物をした。で、この次にも書いてありますけど、摂関家慶主として仕えたと、はい、慶主として仕えた、じゃあここ消します。皆さんが知っている知識ですと、自分の資材を使って朝廷の建物とかを修復したりすることを、上合と言います。で、これらによって賄賂です。これ賄賂を使うことによって、上流貴族に頼んでやってもらったと。でですね、こっからが問題なんですけど、4つ目、ここまでは大体みんな知ってることです。まあ、刑事っていう言葉は正直知ってる人あんまりないと思うんですけど、僕も知りませんでしたけども、このリード文を読めば、東大の特徴的な問題ですね、これは。リード文を読めば分かるという。ですので、全然焦らなくても大丈夫です。だからこの3つに関しては出てくると思うんですけど、4つ目のリード文、読んでください。そうするとですね、なんと、はい、これだけではなかったと、媚びを売る方法は。これ以外にも、地方の反乱を鎮圧することも、一つの、これも一つの、方法だったわけです。こうすることによって地方の貴族たちは、あいつやるじゃないかと、じゃあもうお前は国司に任命してやろうと、そういうふうに言ってもらえるわけです。というわけで、今さっき言った流れをこの文章に書いていきます。そうするとですね、当初は中流貴族も同様に上流貴族も、任地にいた。だけど摂関期になると中流貴族が、中流貴族が国司に任命されるようになった。でそのために中流貴族は上流貴族に贈り物をしたり、慶主になったり、上皇をしたり、あと地方の反乱をしたりしたと。そういうふうに流れを変えていけば、この問題は完成します。はい、それでは皆さん、平成22年第1問の問題は